はじめ文学を志すも、縁あって陶芸の道に進み、金重東洋や北王子魯山人らに師事。桃山古備前の技法を基礎に、素朴でおおらかな土味を生かした作品が高く評価され、1970年、備前焼で人間国宝に認定された藤原啓氏。備前土の良さを生かしたほのかな火色の景色が、どちらを正面にしても客付けに施されており、備前茶湯を知り尽くした作者の配慮が伺える、寡黙ながらも華のあるお道具です。それは、友箱でなくとも、作品そのものに対する評価ともいえる、朱書の塗り蓋を、神宮祭総章が添えられておられることからも伺えましょう。